厚紙の4辺を端から 2.5cm 残して切り抜き、枠を作ります。同じものを2つ作ります。1枚は枠の縁に沿って両面テープを4辺に貼ります。少し大きめに切った防虫網を枠の上によれないように貼ります。枠からはみ出した防虫網を切り取ります。網の上に別の枠を重ね、セロハンテープで仮止めします。枠を開き、2つ目の枠も縁に沿って両面テープを4辺に貼ります。上下の枠が重なるように貼り合わせ、仮止めをしていたセロハンテープを剥がします。同じものを3つ作ります。黒画用紙に映像のような形を描きます。外側の円と内側の4つの扇形を切り抜きます。枠の大きさに合わせて4色のセロファンを扇形に切ります。十字の部分に両面テープを貼ります。仕切られた4箇所に扇形のセロファンを貼り、縁をセロハンテープで留めます。外側から内側の円へ 5mm 残して全体に切り込みを入れます。セロファンスリットを紙筒の片方にセロハンテープで貼ります。セロファンスリット付きの紙筒に光が漏れないように懐中電灯をつけます。セロファンスリットの前に網を3枚並べます。懐中電灯をつけて部屋の電気を消します。網に4色の光がどのように当たっているかを観察します。セロファンスリットの前に網を3枚並べます。虫眼鏡をセロファンスリットの前に置き、懐中電灯をつけて部屋の電気を消します。網に4色の光がどのように当たっているかを観察します。